上ハッピーチャンネル。こんにちは。今からプラレール箱行くよ。レッツゴー。
釣り竿を上手に使ってプラレールを釣るのがこのプラレール釣りです。釣った中から1台使ってプラレールをプレゼントします。このお兄さんに渡してもらって、ほら晴れたよ。じゃあこれ今から走れるか、よっ車輪つけて動いたらお隣のお兄さんとこ行ってくれるかな。行くよ、お隣のお兄さんに行くよ。じゃあどっか動いた、じゃあお隣のお兄さん、これとこれ行く、できたら空っぽのカゴを出口まで持ってきて、新幹線 E5 系がロボットにチェンジする。抜群のスピードと快速速度で敵を圧倒せよ。しっかりの E5 はやぶさ、3、2、1、じゃーん。
字書いてあげてみようか。今日もらったルアちゃん、どこまでと、ドクターエロ5号車中間車。ドクターエロの5号車もらえたね。中間車だね。中間車の5号車。じゃらーん。今日もらったのは入場記念のドクター車とゲームで当たったプラレール4つ。のお顔がついてる。ショーのお顔がついてるシールはこのプラレールに作ってくれたんだよね、お店の人が。これは、これ持って行って。先頭はショーの運転手さんだよ。ね、写真を撮って前にはめ込んでくれるんだよね。すごいね。シールで。シールでね、いい記念だね。じゃあこれ連結してみるよ。プラレールのゲームは残念だったけど、3つ揃ったから連結できてよかったね。すごい。これ電池入ってない。あとで電池入れて走らせてみようか。じゃあこれをここに貼っていくよ。この電車作った時に残りのシールをくれたから、一つ貼ってみるの。もう一個貼ってみるよ。はい、じゃあこっちに貼ってみるのね。じゃあやってみて。残ったシールくれたから貼ってみよう。貼れた。貼れた。こういうリュックに貼れたよ。ね、運転手さんなったね。すごい。よかったね、シールももらえてね。貼ってみましたよ。こんな感じです。ね、上手に貼れたね。ショーン運転手さんの電車が2台になってよかったね。車掌さんと運転手。あ、そうだね。車掌さんと運転手さんになるね。つなげると。本当だ。よかったね。そこも貼っちゃうの？あ、そう。貼れたよ。ねえ、ショーン運転手さんとショーン車掌さん貼れたね。で、2人。いいね、全部ショーンだ。スタンプ集めたらこのシールが当たったんです。スタンプラリーしたらシールもらえたね。ショーンはどの電車のシールが好き？これ環状線持ってる。持ってる。これも。それも全部。全部好き。プラレール博とっても楽しかったよ。また行きたい？じゃあまた行こうか。あ、ちょ、いっぱいおもちゃも買ったんだよね。何買ったの？プラレール博でこれ買ったよ。プラレール博で買ったね。何買ったか見せてくれる？阪神。阪神電車。阪神電車買ったね。それと雪線路。雪線路、雪国レールセットだね。それと京阪のパトカー。ねえ、京阪電車のパト電ラッピングだって。すごいね、これかっこいいね。パトカーのラッピングしてる電車だって。次はまだある？シート。ねえ、プラレールのシートはおまけでくれたね。開けてみようか、このシート。わ、すげえ。わ、どんな、でかいの。どんなの、広げてみて。でかいでかい。お、すごい、プラレールのシート、まだ広がってないよ。え？こんな感じ。じゃあ、これ2つ開けてみるよ。よし、だよ、連結してみるよ。はい、じゃあ連結してみて。連結するよ。ねえ、すごいね。よかったね。じゃあ、後で遊ぼっか。すごく楽しかったよ。またね。バイバイ。